ははい皆さんこんこにちは、えー、歴に講師の森山ですで本日はですね、えー、森山講師新講座あ著書 V マジックをメインとした学習と講座の役割、まあ、このようなタイトルの下で1時間ほど私の方からですね、えー、このどうやって中上級者の方が合格をするような勉強ができるのかという合格戦略それからこの V マジックというテキストこれがありますから、まあ、このようなテキストを使ってどのように勉強していけばいいのかそれからもう一つ 2年目、3年目、この中上級者の方が独学でいけるのではないか、で独学でやるときにはどのような注意点が必要か、あるいはその独学と講座のミックス、講座の役割というものについてちょっとお話をしていきたいと思います。ですから、もういろんな幅広くお話をしていきたいと思いますが、まあ、中上級者の方がどのように学習すれば合格できるのかという戦略ですね、まあ、大きく言えばそのようなお話をさせていただければというふうに思います。 まあ本日はこちらの渋谷駅前本校の方でお話をしておりますが、まあ、YouTube、ライブなどでご自宅で聞いていたりする方もいるでしょうしあとは全国のレックの各本校の方に中継されております。から まあその近くのですね、レックの方でお聞きになっているよって方もいると思います。ぜひ最後までお付き合いいただければというふうに思います。でそれではこちらのレジュメの方を使っていきますから、こちらお手元にお出しいただければというふうに思います。えー、YouTube なんかでも、えー、そのですね、ダウンロードの方をしていただいて、こちらを参考にしていただければと思います。それでは始めていきましょう。まずは2ページの方を出していただければで今回は学習戦略にあたって、本試験が何を要求しているのか、 何をすれば合格できるのかといった部分からちょっと掘り下げてお話をしていきたいと思いますがレジュメの2ページこちらの図表がどのランクの問題が毎年出題されているのかどのランクの問題が毎年出題されているのかといった図表になりますまず上に書かれているのが午前の部で下に書かれているのが午後の部午前の部午後の部それぞれどんなランクの問題が出題されていて 何点取れば基準点かという図表になりますであんまり古いのを見ても仕方がないですから最近の34年見てもらうと特にこちらの令和3年以降見てもらうと分かりますが基準点に行くためにはもう AA ランクを全て取って A ランクを半分ぐらい取れば基準点にはいきますで合格点行くためにもやはり AA ランクと A ランク全て大体これでいいんですよ。 だからこの試験に合格するためには本当にこう細かな B ランクとか C ランクの問題まで全部やらなければいけないわけではなくとにかく択一では誰もが落とさないような論点をしっかり取っていくとこういうことで合格ができるようになります。でこのような点数拝点というふうになっている。 で問題を見ていただくと本当に AA ランク80%以上の人が取れる問題こういうのは落としてはいけないし、まあ、A ランクもしっかり取っていくとこれが史上命題ということになっていくわけです3ページの方に行ってみてくださいで3ページのところでは本試験がでは要求するものは何なんですか択一問題でそのような点数が取れるようにするためには何が求められているのかということが書いてありますがまず括弧1番「総論」。 法律の知識回答力、まあ、これが全てですまず法律の知識これは正確な知識本試験では自分の持っている知識を出せなければいけませんからあその知識というものを正確に身につけておかなければいけないいくら現場でいくら頑張ったって頭の中に間違った知識があるあるいは頭の中に知識がない状態で問題の正誤を判断することができませんからまずは正確な知識というものが要求されるんだということですよね。 で私はまあいろんな場所でいつも言ってるんですけれども本試験の問題というのは雑誌の裏の間違い探しみたいなもんだこんなおお話をしております。まあ、雑誌の裏なんかによく2つの絵があってその2つの絵のうちこっちが正しい絵ですよこっちが間違ってる絵ですよその間違ってる絵のどの部分が間違いですか探してくださいこういう間違い探しがあるかと思いますがあれが本試験の問題なんですよ。 でその雑誌の間違い探しと本試験の問題何が違うのかということが問題となります。それれれは正正ししいいいいいい絵絵がが与与ええららててななですから間違ったりしかないんです次の、えー、あからおまでの記述のうち誤ってる選択肢を選べと組み合わせを選べって言ったならば誤りがこのあからおまでの中に2箇所あるってことですよね。 で正しいものを選べであれば誤っている部分が3箇所あるでこれが正しい絵が横にあればうんここが違うって探すことができますけれども正しい絵がない中で間違い探しをするじゃあ正しい絵はどこに入れておかなければいけないかというと頭の中です頭の中に正しい絵を入れておいてあ この物って請求できないよねこれ罰とかあるいはこの1ヶ月は3ヶ月だからツみたいな感じで頭の中から正しい絵を引っ張り出してその問題と照らし合わせてあここが間違いだなこういうふうに見つけていかなければいけないのが本試験の問題です。ってことは頭の中に正しい知識がなければ解けない。で今年の検証会なんかで本試験の問題引っ掛けが多かったよと。 どうしても、えー、なんかこう引っ掛けで引っかかっちゃったとか姑息なところで引っかかっちゃったって方がいますがそういう方は例えば本試験の問題を見てその問題から答えを出そうとしてるですから問題を見てあうんここはこうかもしれないっていうふうなことになりますがそうすると誘導に乗っちゃうわけですこうでしょこうでしょと言われたらそうだよねって思っちゃうそうではなくてあこの論点かと思ったら一瞬で頭の中から知識を引っ張り出せるようにしておくそうすると違うじゃんって気づけるわけですよね。 ってことは正確な知識を頭の中に入れておく。とにかくこれが史上命題です。でもう一つが頭の中に正しい知識があって回答ができたとしても本試験会場で力が出せなければ合格できないのでもう一つ鍛えなければいけないのは回答力です,得点力です,ですから時間配分とかあるいはマークシートをどう塗るかとかあるいはどの順番で解くとかあるいはどの選択肢で判断するかとか。 こういうふうな現場でやるべきことをしっかりできるようにしていくっていう回答力も鍛えなければいけない。だからよく本試験が近づくと現場で頑張れば受かるんですからあ今から頑張ってくださいねって励ましがあると思いますがあれは嘘ではありません。現場での頑張りが半分占めるわけです。ただその現場での頑張りというのは現場で初めて出せるわけではなく普段から出せる練習をして初めて出せるわけですよ。 よし、頑張るぞって気合の問題ではない出せるように普段から選択肢を見る順番を考えておくどういうふうに動くかを考えておくということも必要だし例えば頭がぼーっとしてしまったらトイレに行こうとか何分来たら期日を商業登記を切り上げて不団に行こうとかそういうことを普段からしっかりやっていてそれが現場でできるようになるのが解答力です。 ですから今回はその正確な知識を身につけるという面とそれを本試験会場で出せるようにしていくって2つの面がありますがそれをどうやって1年間で鍛えていくのかこんなお話をしていきたいと思いますがその下に書いてありますけど言ってみれば1がインプット2はアウトプットといった形になります。でこれをバランスよくやっていこうということになりますね。では括弧2番見てください。 確実な合格ののための目標です今このような知識を身につけて回答力を鍛えていこうってなりますがじゃあ目標は何点なんですかってことを先に考えていきますが目標は確実合格すするるのできる得点でき皆さんはこれから1年で合格をしていくえ特に、えー、今年まあ本試験で力出せなかったよ来年必ず合格します。 えこんなです、ねえー、まあ言葉を個別相談なんかでたくさん聞きます。えー、今年は個別相談なんかも1 3 4 0ですね、えー、予約枠だけで入っていてその他にもちょっといろんなイベントの終わりだとかで相談しますから本当にたくさんの方ともお話をしたんですがもう本当にですね、えー、来年頑張りますすみたいいなことが多いで,すでそういう方に関して絶対受かってもらいたい絶対受からなければいけない。でそういうい時に 何を目標にするかっていうと皆さんは例えば「運が良ければ受かる」とか、えー「ギリギリ目指して運が良ければ受かる」みたいに「運みたいなものに自分の運命を任せていいのか」って言ったらそうではないもう確実に受かるようにしていくこういうふうな勉強をしていかないといけないもうどんなことがあったって受かるんだ、えー、もちろんですねこの試験っていうのは運の要素を捨てきれることができませんから、まあ、当日何が起こるか分かりませんし もうう運というのは必ずありますただその運の要素をもうできるだけ抑えていくもう確実に合格できるようにしていくためにはやっぱり得点をしっかり取っていくともう基準点ギリギリではなくしっかり確実に合格できる勉強していくそういう普段ののこれからの目標が必要になりますだからこれから勉強するにあたって何が目標かもうギリギリやっていうふうに思わないでくださいもう確実に受かる 確実に受かる。もう自分はこの1年後に使用書士になる。そういうふうな目標を捉えて、そういうふうな勉強をしていくことが必要になります。そうすると、現実的な目標として、その次の行を見てください。択一で上乗せ点をカバーする。まず、これです。期日で逆転しようとは絶対思わない。択一で上乗せ点を取る。択一で上乗せ点を取る。で、どうしてかというと、基準点ギリギリ。 例えば今年の基準点がどれぐらいなのかは蓋を開けてみないと分かりませんが例えばレッグの予想では午前が26とか午後が25とか24とかそれぐらいになるかというふうに予想されておりますけれども例えばそれぐらいとしましょうそうするとそれギリギリでいいのかってそうではありません基準点をクリアするそうすると夏の発表では一応クリアにはなりますけれどもそこから先の戦いって非常にシビアな戦いになりますだから目標は卓一でしっかり合格点を目指すってこと例えばですよ えー、午前の部午後の部で3030 30取りましたと問題数でいうと30問30問取りましたということであればこれで得点でいうと180点です。で180点で,でこれで上乗せ点十分だよっていうことであれば期日は基準点ギリギリででいいわけですよそうすると基準点ギリギリでいうと例えば35点。 これ例えばの点数ですよ今年の予想とかいうことではなく、まあ、30問30問取って、まあ、上乗せ点が十分だよということであればあとは35点取ればいいってことになります。でこれが例えばですね28問28問になってしまいましたということであると1問3点ですから点数でいうと12点低くなって12点低くなって168点になります。そうすると。 期日では12点上乗せが必要になっていきますから47点必要になってだいぶ期日での要求が高くなっちゃうわけです。でただこれ以上点数を取るとどうなるかというと例えば午前32問午後32問取るとこれで192点になりますがで例えばこれで上乗せ十分だとすれば期日で必要な点数ってこれ以上択一取っても変わってこないんですよ。えつまり え総合点の勝負になりますが択一で十分取るとあとは基準,基準点取らなければいけないのは事実なので、えー、期日でそれ以上楽になることはないんですね加減は決まってますからだから択一で取り過ぎても仕方がないんですが択一である程度取れなければやっぱり期日が厳しい勝負になっちゃうでちょっともうちょっと大げさに言うと例えば基準点ギリギリでしたみたいな感じで、えー、午前26午後26みたいなで合計がですね156点なんかになると今度は期日で 59点必要になりますよね、まあ、こんなな感じになりますでこれ分かりますで,これで上から下まで全部合計点、まあ、一番上はもう上乗せ十分ですから、えー、あれなんですけども3030、えー、30から2626 26まで合計点一緒ですでつまり択一で取らなければ期日でその分取らなければいけませんがどっちが大変かつて一番下ですよ。 基準点をギリギリの方は例えば期日で59点取るんだよということになってこれ非常に厳しいどうしてかというと期日っていうのは合計70点ですから70点のうち35点を59点まで持っていくのは大変ですけれども卓一は210点ありますから点点でで分上乗せししよううとととかあいいいここははそんななに難しいことではないだからしっかり卓一で点数を持っていくようにしないと期日が本当に厳しくなります。 記述が厳しくなるっていうのは例えばどういうことかっていうと実際に今年の記述問題いろんな疑義もありましたで今でも予備校講師なんかでいろいろ議論されていてこういう回答だったのではないかこういうふうに書いた場合にはどう採点されるのかもういろんな議論がありますで本当に難しい問題でしたで実際にいろんな相談見てみると本当にたくさんの方と相談しましたけれどもやっぱり ちょっと期日が不安ですと実力のある方もやっぱり期日の不安要素っていうのを言うわけですねでそれは確かに予備校なんかではこうやって普段から機械的に取れるようにすればいいんですよと解放というものをやれば取れるようになるんですよとは言いますよでも実際それが当日できるとは限らないわけですあの極限の状態の中で期日っていうのはやっぱり見落としが一つあったから崩れちゃったとか あるいは不動産登記はうまくいったけれども商業登記がちょっとうまくいきませんでしたと1個掛け違えると結構大きく崩れることになってしまうわけですよね。で実際に力がある方がそういう風な答案になったってことをよく見てきます。でそれはもう普段の勉強がしっかりされていないことではなくやっぱり期日というのは崩れてしまって基準点ギリギリになるケースは本当に多いんです。例えばどちらかが失敗してしまって、えー、不動産登記はもう 30点取れましたとね商業登記が10点ですあなんかギリギリになっちゃいましたみたいなことは本当に多く起こり得るわけですよねですからその時に卓一で取っていれば卓一でもう少し取っていればってことは本当に多く起こり得るということで本試験で卓一の方が本当に確実に正解が出しやすい得点が出しやすいのでしっかり卓一で取るようにしてください でもう一つ記述が取りにくいって要素を言うと例えば去年の順位のデータですが去年は35点が基準点でしたけれども例えばですね35点去年の記述で取った方は順位で言うと番ですでこれをじゃあ10点上乗せしようって言って言って45点取れるようにするってなったならばこれ。 384位まで上がっていくことになります順番ですよでさらにじゃあ55点基準点ギリギリだから択一が基準点ギリギリだからちょっと期日で多めに取ろうと思ったらこれも24位ですちなみにえここで59点で書いてありますが60点取ったら期日だけでいうと5位ですほら すごい全国で24位とか取らなければ20点の上乗せっていうのは規律で難しいんですよ。で択一っていうのは20点の上乗せぐらい6問ぐらいつまり午前3問午後3問いけますからそっちを取るべきなんですね。ということで目標はもう択一ギリギリにならずにきちんと択一の方でカバーしていくんだそのためにどういう勉強をしていけばいいのかってことをきちんと念頭において目標を立てていく必要があるよといった形になります。 ではこれで目標が分かったところでその点数を取るためにどんな勉強が必要なのかっていう具体的な学習法これを3ページの3番のところで見ていきますが具体的学習法まず括弧1年内インプットのところからしっかり勉強するようにしてくださいよく相談なんかでも「先生アウトプットをしっかりやった方がいいですよねもう年内から過去問しっかりやります」まあ一理あります自分はアウトプットの方が向いてます そういういい方も多いですただしっかりインプットの勉強をしておかないと頭打ちになるということが非常に多いんです。でこれはレックなんかの講座でもよくインプットをおめしております。私の V マジック攻略講座これもあるし卓一ターゲットそれからパーフェクトローラーそれから実践力パープ講座ありますが全部インプットの講座です。まあ,あの、まあ、卓一ターゲットの方はちょっとアウトプット的な要素もありますが基本的にはインプット。 だから、インプットからしっかり始めるってことは予備校も分かっていてそういう構成をやってるわけですよ。だから、ちょっと年内からもう、当練中心に勉強します、年内からもう、過去問解きますみたいなのは少し危ない可能性がある。どうして危ないかというと、その次見てください。インプットなくしてアウトプットなし。まず、アウトプットの弊害、網羅性がない、網羅性がない。 インプットアウトプットっていうのは例えば過去問やりますって言っても過去問一つ一つの問題がもぐらたたきみたいになって結局全体的にあここ空いてましたここ空いてましたみたいなことになるで本試験では過去問レベルの問題で合格はできますが過去問ピンポイントで全く同じ問題が出るっていうのは合格点まではいかないわけですだから過去問だけやっていて受かるかと言われたら過去問のやりっぱなしということではやっぱり合格点は厳しいということになるわけですね でそれから体系性がない。これは過去問やっても結局覚えられないこの問題やりましたお丸なのかじゃあ覚えようと思ったとしても全体の中で何を意味してるのかこの丸が何なのかいやこれでこれがいるってことは覚えたけれどもじゃあそれが次に繋がるかっつったら理解もされてないし繋がっていかないことが多いんですね次丸暗記に陥るで。これを言いたいんです。アウトトプット中心にやってます。 年内から当連で頑張りますって方が基準点ぎりぎりのところであるいは基準点はいつも行くんだけどそこから何年も経っちゃいましたみたいな方に話を聞くとちょっとインプット講座は今更取んなくていいかと思ってずっと当連中心にやってるんですよみたいな話が結構あるわけですね。でそううううするとととややっっっぱぱりり頭打ちちになっちゃうどうしてかというとやっぱり インプットを丁寧にやっていかないでインプットの土台がない中でアウトプットだけやってるともぐらたたきになったりあるいは知識があんまり身につかなかったりもうなんか知識がどちらかっちゃったりということになるのでやっぱりこの辺りは頭打ちになっちゃう特にこの問題を丸暗記することによって同じ形で出てきればくれば分かるんだけれどもちょっと形を変えられると分からないみたいなことになりかねないんですね特に今年はそういう方が多くてあの過去問で ここここののの、B ににどうのこうれれ丸ななんんだだよよね、あこれなんだよね、みたいい覚えていく。ところが本試験では形を変えて条文の形で出てくるとか規範の形で出てくるとかすると途端に分からなくなってしまうだから過去問の事例を丸暗記してないかもう過去問見てあこれ丸これ×もっとひど,いのひどいことになるとあこれ5なんだよねっていうことになる。 ということになるとやっぱりこれで勉強になってないいうことになりますね。ということで事例で丸ツ言えるだけ形が変わると分からない何年経っても頭打ちになってしまうよということになりかねないわけです。ですからまずはしっかりインプットをやっていくことが重要です。その下見てください年内にインプット先行していくんだ年内にインプット先行していくんだこれがやっぱり合格するための確実合格するための勉強法かなと思います。 先生アウトトプット後で間に合いますかインプットをしっかりやればアウトプットっていうのは結構すすぐでできるんですよなぜかっていうと初めから過去問やろうとするとうんこれは何だったかなっつって調べながらやることになりますから過去問が進まない。 じゃあ結局インプットをしっかりやってから過去問やればもう確認程度でスパスパパ進めるることになるわけですよね。ですからしっかりインプットやると過去問って結構スムーズにいくし当連なんか行っても例えばレックでは1月以降当連がありますがそうすると例えばその登壇今回は民法の物件があるから年内にもしっかりやったけれども1週間物件やろうって言ってその登壇を受けるとあ 結構全部合ってた間違ったのこれかじゃあそこだけ復習しとこうつって次いけたりするわけですよこれをアウトプットやるとその当連で全部復習しなければいけないみたいなことになってやっぱりスムーズにいかないだからしっかりインプットやってアウトプットいうふうな順番が中上級者の勉強法として有効かなというふうに思いますでは括弧2番いってくださいそのインプットの際に気をつけることインプットの際に気をつけることまず広く学習する でこれはあインプットする時にどうしてもここはいっかなんかテキストいろいろ載ってるからここは去年出たしいっか一昨年出たしい,いかいうことになるとこれはあの本試験出ててた時にやっぱり差がついいしまいますで例えば今年の刑法の問題なんかでも場所的適応範囲の問題が出たりいろんな分野ってやっぱり出るわけですよ。本試験では その品質分野だけではない予想される分野だけではなくいろんな分野から取材されますその時にやっぱりやっているってことは重要なんですねですから V マジックのテキストでもいろんな分野はちゃんと網羅されていますもちろん試験範囲に限ってですがその試験範囲に入っているものについてはこの分野は出ないだろうって自分で切り捨てないことが大事でやっぱり広く学習するということが重要ですねで特に あんまり出出たたことなない分野からにには本当に基本当基的な知識でで差がつくわけですもう品質の民法177条とか本当にこう役員変更とかそういうところについては結構細かい先例だとか判例だとかが出題されますが今まで見たことないような分野から出ましたみたいな場合にはもう条文レベルの問題が出されますからやっぱりきちんと試験範囲に入っている以上やっておくべきだもう10年間出てないかもしれないけれどもやっておくべきだああいった形になるかなと思います。 でそれから次に理由付けと書いてあります。でこのインプットの際に大事なのはちゃんと理解して覚えること。だからよく私は年内に丁寧なインプットをしよう。丁寧なインプットをしようというのはこういうことで単に丸暗記をしてこれはいるこれはいらないこれは3か月みたいに覚えるのではなくなんでこういうことになっているのかなって理由ごと覚えると本試験でさっき思い出す作業が必要だって言いました。本試験はその あれですね、間違い探しと一緒ですから頭の中から知識を出さなければいけないけれどもその出すときにあの記憶のフックがあれば出しやすいんですよあこれこういう理由だったねとかこれ債権者を保護するためにこういるんだよねとかああいった形でフックがあると強いだからこの時間のある年内にはきちんと理由のある知識を頭に入れていく丸暗記で入る分量というのは頭の中には多くないですがちゃんと理解して記憶することによって頭の中に入る分量は増えていくし でそれから本試験でで思い出すすこともできるようになりますで私の V マジックの講座ではちゃんとその辺りをやってるしテキストにも書いてあります。丸暗記ではなくこれはこういう理由ですよえこことここを関連させて覚えるんですよみたいなその記憶というところを念頭においてちゃんとインプットしています。単にテキストを読めばいいわけではなく読むときにはちゃんと思い出せるように読んでいく思い出せるように勉強していく。で 次なんですがあ書いてありますねだから思今言ったように思い出せるようにするってことが大事でちゃんとインプットをするときに勉強できる方は時々本として思い出す勉強してますあるいは例えば主語を見て実語を隠すとかあるいは私の携帯使用書士なんかだと穴埋,め穴埋めというか赤い字になってますから赤シートで赤い字を隠して思い出せるようにしていくとか。 インプットの時から思い出すことを意識して勉強してるんですで、合格体験記なんか見ても思い出すことを意識しましたって合格者の方は言っておりますただいろんな相談を受けていて、えー、成績が上がらない方に共通してるのは思い出す努力をインプットの段階にしてない だから本試験でやらなければいけない思い出す作業というのを普段からやってことによって本試験で思い出すことができるようになる普段やってないことを本試験でできるようになりません普段やってないのにいや本試験でどうにかなるだろうなんてことはありませんしっかり普段からそういうことをごまかさずやるってことが重要です思い出せるようにするだからインプットと言いますが私はよく言うのがインプットはアウトプットのつもりで インプットテキスト読むときに思い出せるようにアウトプットのように読んでいく。で、あとでまた過去問の話をしますが、アウトプットはインプットのつもりでみたいなことは結構重要なんですね。だからあんまりイン、アウトって分けるよりは、もうまあ一応形式的には分けておりますが、インプットはアウトプット、アウトプットはインプットみたいな感じで意、えー、識していくといいかなと思います。あとはまあ試験に出るような形で記憶していくということになります。では、4ページの方を見てください。で、これは 具体的にインプットするときの注意点、各科目どんなことに注意して、えつまりどんな分野をお勉強すればいいのか、えー、各科目ごとに書いてあります。まず頭から憲法はまず条文ですね。でこれはまあ、条文を読めっていう意味ではなくテキストに書いてあればテキストに内容が書いてあればそれでいいんですが、特に統治の分野は条文知識が重要です。え今年の財政の問題なんかもそうですがあ財政は会計年度終わったらどうするかとか。 そういうものについては例えば予備費についてはいつ承認を得るかとかそういうものは条文に書いてあるわけですよだからその統治の部分についてはきちんと条文知識があればいいのでテキストでしっかり勉強するもいいしまとめ集で覚えてもいいしあとは憲法に関しては時々六法で条文を読むのもいいかと思います。 1>, 私は1条から条文全部読むっていうのはあんまり法律の勉強としては上級の勉強ではないと思います他の科目については。ただ憲法っていうのは統治については条文がそのまま出るし人権だって条文がが非常に短いから読んんでで、まあ、罰が当たることではありませんでしかも全部で100条ちょっとしかないですから、まあ、例えば日曜日の朝にちょっと憲法の条文を読もうかなってはすぐ読めますよ。 でそれをちょっと音読するとかあそれを時々やったって別に罰は当たりませんねですから憲法については条文知識統治の部分についてはしっかりそれを頭に入れていく今言ったように、まあ、6法読んでもいいしあとはもうテキストとかそういうものでやってもいいですかとにかく条文知識はよく出ますそれから判例知識憲法の判例知識は結論だけ覚えてもダメこれ違憲合憲違憲合憲、まあ、結論を覚えるのは大事ですが 結論だけけが出るわでではないですから俗に言う判例の途中,判例の途中、まあ、そこには審査基準って書いてありますが審査基準までしっかり押さえるこれは司法書士の過去問でも結構多いですよね意見判決が意見っていう結論なのに罰意見判決が意見っていう結論なのに罰って選択肢はあるわけですよ目的が合理的 目的は合理的だけど手段が駄目だから行けみたいな「いやそれは目的が駄目でしょ」とかそういうような形で、えー、基,基準が違う審査基準が違う途中の理論が違うから罰ってことはあるわけでその理論までしっかり押さえておかなければいけない。だからそういういうな審査基準 でその審査基準の中に何かこう特殊な用語があったりだとか珍しい審査基準なんかあったりすればそれはもう当然押さえていかなければいけないってことになりますがそのような審査基準まで含めてえ憲法の判例についてはきちんと基本判例は押さえていく必要があるということになります。でこの判例の重要度が従前よりはやっぱり上がってるかなと思います。だから 今までよりもちょっと判例を広く抑えていくし深く抑えていくというのが必要になります。でもちろん可処分時間との問題がありますから民法以降の重要な科目の方がもちろん大切ではあるんですがただ憲法で得点取ろうと思ったらそのあたりのことをしっかりやっていかなければいけない。でどうして条文や判例の理屈の部分が少し重要度が上がったかというと丸3です。学説の理論これれが最近問われていないな でまあえっ、ー、とですね、えー、5年前6年前とかに遡れば出てるんですよですからこれが今後出なくなったとまだ言い切れるような年数ではありませんからで私はあのーまあ、基礎講座なんかでも余裕がある人は覚えてくださいといった形でこの学説は教えてますで V マジックの講座でも学説は対応しますでまだちょっと出る可能性がないとは言えないだろうということではあるんですね。で特に この民法の学説なんかはもういいです出ないですがただ憲法に関しては出た時にやってないとできないあの民法の学説問題というのはもう解放で解けるんですけれどもこのですね憲法の学説問題に関しては知らないと解けませんだからしっかりその学説の理由批判などを抑えていく必要があるよって形になります。で その学説の問題が少なくなった分条文とか判例が出てるわけですからあそっちの比重を上げていってで学説はやることはやるんだけれどもちょっとランクを下げてやるというのがこれからの憲法のの学習ススタンスになります。では、えー、次ですね、えー、ですから余裕がなければ学説はパスでもいいですけどもただ憲法の学説はやってなきゃできないっていう部分があるので、まあ、やっとくに越したことはないのでランクを下げた上できちんと他の科目を勉強した上で それでもし確実な合格を目指そうということであればやるに越したことはないというランク付けになっていくかなというふうに思います次民法なんですが条文判例ですねそれから出題実績の少ない分野も軽視できない特に出題範囲には入ってるけれども、まあ、出題数は少ないですって分野ももちろんありますだからそういう分野も出てくることはあるわけですよ債権のなんか ちょっとね契約だとか組合の契約だとかそういうところについてもしっかりやっぱり手を抜かずやっていく出たら1問ですからね。 でそれから刑法に関しても、まあ、条文構成要要要件ととかか、まあ、判例だにになりますすががが重重でで過去問が重要ですえ刑法に関してはもうほとんどが過去問からの出題になっていきますからあしっかり過去問やっていくただその時に刑法は理論がガチガチにありますからちゃんとテキストでインプットした上で過去問やっていくということが重要ですねで会社保証法はこれはもう条文と書いてありますがこれは6本を読むというよりはちゃんとテキストやまとめ集で勉強してください 条文知識が出るんだけれども会社法の条文に関してはもう人間が読めるような条文ではありません。もうなんかッコの中にッコがあったりもうなんか順用してるから見に行ったらさらに順用しているとかいうことになりますのでちょっと人間様が読めるような条文になってない。 プロググラミングみたいな感じですよねだからコンピューターが読めばこれをこれに置き換えるんだみたいなことが読みやすいなと思いますが人間が読めるような条文ではありませんからその条文を噛み砕いたテキストなどで条文知識を入れていくということが重要です。で過去問に関しては平成18年以降の過去問と書いてあります平成17年より前は改正前になりますから大きな改正前ですからそれはやるとそんなにプラスにはなりません。 もちろん予備校が売ってる過去問集は平成17年以前の問題については改正対応してます改正対応してますけど当時の問題を新しい知識で解,解説を書いてますから問題自体が意味を成してないことが結構ありますこれはいるそうだよねみたいなだから何論点ないんですよということが起こりうるわけですね だから私よく言うのは17年以前の問題は別にやってプラスにならないかと,と少しはなりますけれどもその分の費用対効果を考えると、まあ、コスパが悪いかなということですそれを解くならばもう予備校の倒連だとかそういうところをやった方がいいだろうというふうに思いますで次ですねあただ商法分野は古い過去問もあのまあ午前の部であればあの会社法分野と商法分野がありますが商法分野はもう平成18年の その会社法の改正とは関係ありませんから、商法分野については、古い過去問もやっておくと、プラスにはなります。もちろん費用対効果の、費用対効果というか、まあ、過処分時間との問題もありますから、まあ、そのあたりは一人一人、時間との相談ということになるし、まあ、そのあたりをこうやって相談なんかで埋めていただければいいんですが、まあ、古い過去問なんかも有効ではあると。民訴民祖、民法、教託と書いてありますが、これはもう条文判例で、過去問が重要です。 基本的にはやっぱりこの辺りの午,前午後の部の頭のマイナー分野については、まあ、過去問から出ていくということが多いですからしっかり過去問やっていくで司法書士も条文過去問中心でできればこの司法書士の過去問というのは平成15年以降の問題だけでなく昔の問題あの平成11年とかその辺りまでは司法書士出てましたからで一度司法書章なくなったんです で平成15年に復活したんです。でよく平成15年以降の問題だけが載ってたりすることもありますが、その平成11年、10年、9年とかも普通に出ていましたので、そのあたり復活する前の過去問なんかも一般的な問題ですから、まあそのあたりも見ておくといいかなというふうに思います。で平成15年に憲法が被災範囲に入ったと同時に、あのいわゆる使用書司法も復活したんですが、まあその時にやっぱりこの使用書士法認定考査によって 裁判の仕事ができるようになりましたからその時にこう憲法が入ったと。 でその時にやっぱり使用書証も入ってそのどこまでが使用書章の仕事ですよとか使用書章法人ってこういうものですよっていうふうにやっぱり分かっておいた方がいいってことで出てくるわけですね。行政問題なんかもありますから。ですからその後っていうのは最初のうちはですね使用書章法人だとかそういう目新しい分野が出題されていたんですが最近は原点回帰して昔と同じような問題が出てきますのでそのううような過去問もできればやっとくといいかなといったことになるわけです。 不動産投ては知識があれば解けますだからしっかり知識を覚えることが重要で過去問に出てる知識をしっかり抑えていく過去問に出てる洗礼をしっかり抑えていく過去問からまた同じ洗礼が出てくるってことが多いですから。 もしどの知識を覚えればいいですかっていうふうに教材に迷うようであれば過去問の知識を覚えていくっていうのも選択肢に入れて頂ければいいかなと思います。で「総論分野も手を抜かない」と書いてあります。でちょっと商業登記を先にいきましょうこれも条文先例ですが株式会社映画の分野も手を抜かないだから持ち分会社一般法人総論分野個人承認今年は 商業投機外国会社も出題されましたよねですからこんな形で総論分野も手を抜かないということになりますこれ不動産投機も一緒ですどうしてかというと皆さんが出題者だったら期日問題とのバランスっていうのを考えると思いますで、登記法は期日問題が出されるわけですよ今年午前の部で毎年十五問目に定位置だった譲渡担保が出題されませんでした それは記述問題で出されているからです記述問題で出せるものについては記述で聞けばいいので卓一では聞かないっていう選択もあり得るわけですよねでもっと言うと記述で聞けないとこを卓一で聞こう記述で聞けないことを卓一で聞こうということで結構記述以外の分野から出されるわけですだからよく 不動産登記を商業登記を択一は点数取れないんだけど記述は取れますって方はもしかしたらそういう総論分野とか択一でしか出ない分野をやってないことが多いんですねだそれはしっかりやりましょう商業投機法8問出ますよね皆さんがこれ6か八 8, 8問出ますよねこう,こうかな でもいいです8問出ますよね。8問出るときに8問出るときにじゃあ問題作ろうと思ったらどう作るかっやっぱりこの8問の中からまずは記述で出ない分野を出してくるはずです。総論から出そう印鑑証明出そう外国会社出そう、えー、まあ持ち分会社記述でも出ることありますが持ち分会社出そうとあ四4問余ったから株式会社出そうかなみたいな感じで半分ぐらいは記述問題で出ない分野から出してくるわけですよ。今言ったような思考回路ですね。 だから意外と株式会社少ないのはもともと8問しかない中で結構、規律で出せないところを出そうと思うと残りの株式会社枠が少なくなっちゃうからですよね。で不動産東京も一緒なんです不動産東京も期日で所有権とか抵当権とか値抵当権聞けるからじゃそれ以外の分野から出していこうかなえ区分建物出さないから出そうかなとか言った形で出していくそうすると結構そういう部分の問題はやっぱり多いんですよ。でただ 不動産投機はもともと16万あるからじゃあ残りも多いので意外と所有権保存もよく出るよね所有権移転も出るよね相続も出るよねって形で結構既立でも出るけど択一でも出るよって分野が出るのはやっぱり問題数が多いから既立、えー、で出ない分野を入れてもまだ問題数があるから結構出るよってことなんですよね。で不動産投機と商業投機のその総論分野のあるいは既立で出ない分野の割合の違いっていうのはその全体の問題数かなというふうに思います。 とということでそういういいところも手を抜かないあ言った形では、えー、これがまあ各法律ごとのアドバイスということになりましたでは次カッコさん、ま、はアウトプットですね、えー、過去問とか答れ模試でアウトプットしていくといった形になりますさあ5ページの方に行ってもらうと過去問の使用法さあ年内なんかはインプット中心ですよと言いましたけれどもじゃあ年内の過去問の使い方年内の過去問の使い方これはインプット教材だと思っていただければいいです はじめから解こうとしないさっきにはじめから解くっていうのは結構無駄なことがありますうんこの問題は何だろう悩んでる時間がもったいないで、この使用書士の試験っていうのは結構知識問題です数学の問題とかであれば数学の先生はもうすぐに回答を見ないでしっかり考えてからやりましょうって話をすることが多いと思いますがこちらの知識問題は例えば、えー、大学入試で言うと まあ世界史とか日本史みたいなもんでうーんこの将軍誰だったかな誰だっけこの将軍えっ、ー、と誰だったっけなあ覚えてないわっていうのは何の時間ですかといった話になるのでまずはしっかりインプットしてアウトプットしていくとことが重要だし過去問もあんまり考えずに年内はインプットのつもりでやっていただければいいかなと思います。だかかかららめ解かないで 読む、解かないで読むということも一つの選択ですで。先ほど知識を本試験で出る形で理解しろと言いましたがインプットのテキストでどういう形で出るか分からないくらい去も併用すればいいんですよただこれはアウトプットとして併用するのではなくどういう形で出るかの研究書ですよね。あだからこういう形で出るのかこれ覚えようみたいな感じでもうちょっと読むということで最初はいいかなと。だって、 思い出すのは大事ですが覚えてないのに思い出せないんですだからしっかりまずはインプットしていくし、えー、過去問も始めのうちはインプット教材だと思っていただければいいですで、解説は読まない皆さんにはインプット教材があるはずですもしこの知識忘れていたよって言ったらテキストに戻れば書いてありますよしかも皆さんが頭に入れてる状態で皆さんのその間違い探しの正しい絵として それが入ってるわけですよね必ず何かインプットの教材があってそれを頼りに勉強してるはずですですからそこに戻るんですよそうするとあこれだったなってわかるわけですねこれ解説見ちゃったってその解説で覚えるわけではないし、えー、過去問なんてその解説なんていろいろ書いてありますからそれで頭に入るわけがないだから解説はその問題が これ一体テキストのどの話なんだろうって分かんない時に参考にすればいいのであって解説を見ないでテキストに戻ればいいし問題解いて合ってたら解説見なくたっていいんですよ。えっ、ー、とこの選択肢あこれね第三者保護要件は善意だから善意無可失って書いてあるからこれ違うね×バツやっぱりよし解説読もう善意ではなく善意無可失だほら俺の言う通りだみたいなこの読む時間もったいないですよね。 で時間のない中で勉強しなければいけないわけですからもう解説をいちいち読まないでもしその解説で、えーまあ、どの分野か分かんなければ見るとかいうのありますがもし勉強したければインプットやればテキストをやればいいんですよだから過去問はとにかく解説はあまり頼りにしないということが重要ですだからその下テキストに戻るでキーワード論理を抑えるこれは過去問の問題文の見方 でこれ今年の本試験もそうでしたけれども、過去問やっていたのに、過去問と同じ問題が出たのに、卓球していきませんでしたって方は、過去問丸々で覚えちゃってるんです。そうではなく、過去問の論理を抑えなければいけない、で論理を抑えるときにはどうすればいいかっていうと、やっぱりキーワードです。ある判例はキーワードでできてるし、そのキーワードをしっかり抑える、あこういう論理でこの問題できてるな、こういうキーワードでできてるな。で、本試験ではそのキーワードを使って、 自分の知ってる知識を引っ張り出せればいいわけですからちゃんと過去問もキーワードで押さえるということになります。よろしいでしょうか。例えばあの憲法のですね あの法人の人権共有主体制のところに八幡製鉄事件とか南九州税理士会事件とか群馬少々司会事件なんかがありますが3つの判例の違いっていうのはなんか文章で出てきた時にこれはまるだよねっていうのではなく強制加入団体か任意団体かとか政治献金か復興支援かってことが全部キーワードになってその組み合わせで結論違ってくるわけですよね。だかからそういういのののをしっかり抑えるのがインプットです過去問の いやこれね、えー、この八幡製鉄はこの選択肢丸なんだよねじゃないんですよ。キーワードをしっかり押さえて類似事例との区別をしていくってことがやっぱり要求されるんだという形ですよね。でそれから年明けは回答力の要請と書いてありますが年明けはちょっとアウトプットの方にやっぱり、えー、移行していく必要があるので、えー、ちゃんと回答力を要請しながら解く。 だから私は年内はもし過去問集を両方用意できるのであれば年内は一問一答式の過去問集でいいと思うんですね。まあ、携帯視のもの右側でもいいしそれから一問一答集の問題集でもいいです。それでちゃんと一つ一つの知識を抑えていくということが重要ですが年明けからはあるいは年明けが早ければ4月からはでもいいですけれども5択の問題でしかも時間を計って解く練習をしていく。本番では、 1>, 1問2分とかそういう時間のない中で問題解かなければいけませんから普段からそれをやっていく特に直前期が近くなったら1月以降になったら知識を入れていくための過去問ではなく本当に解放力を身につけるための過去問になっていきますので1問1問時間を計ってどの選択肢から見るのかってことをもう本試験のつもりで例えばストップウォッチをしてパッってやってあっ意外。 できそうだ意をチェックするで組み合わせは「胃」と「家」だから次は「絵」を見ればいいなみたいな感じで、まあ、こういう感じでですねえきちんと過去問を使っていくということが想定されますもちろんその解答力っていうのは当連やもしでも使うことができますが実際に出た問題が過去問ですから過去問も解放力を鍛える教材として使えるわけだし実際にそれを1問2分とかで解けた方が本試験を受かっているわけですよ 5番模試や当練の使用法これ回答力を鍛えると書いてありますが当練や模試っていうのは知識を入れて教材っていうよりはやっぱり解法ですだから時間配分の練習だとか例えば本試験でどれぐらい期日例えば記述でですね不動産登記がもうアップアップになっちゃったから商業登記行った方がいいっていう判断だとかこういうのも普段から時間を測って解いたことがない人ができないんですよね そういう勉強をしっかりするよううにしてください、えー、そうすると択一の選択肢の読み方とか時間配分の練習だとかあとは難問が出された時の対処法だとかこれもですねもしの時はちゃんとやってるのに当日できないって方もいますからきちんと当日のつもりで模試を受けるし模試、えー、のように当日をやるってことが大事ではありますがとにかくそういうことですあとはペースメーカーにする。 東連のもう一つの役割はペーーースメーカーです特にこのレックの東連なんかは1月から3月の東連が科目別になっておりますから。 その科目やををペーーースメーカにーににすすす。るるるここととよよってやって、ぱりり勉強をすることができるようになります中上級者の方は年内はインプットで1月から3月に実力を上げて4月以降に追い込むという3ステップを踏むといいよって話はいろんなところでしてるんですけれどもその1月から3月の登練なんかは特にペースメーカーに使えるかなと思いますでそのペースメーカーの使い方なんですが予習型復習型と書いてあるで一般的に多くの方は予習型がいいと思います でそれは、えー、今度の、えー、当連があそうですね民法の親族相続だからよし親族相続の分野年内にあったテキストをもう一度読み込んで過去問やっていい点取るぞみたいに勉強することによって一つ勉強の集中力が違います。試験が遥か彼方七7月だ今日1日ぐらいいっかってなりますけど。 試験が1週間後だったら今日一日も大事だと思いますよね。皆さんはこの小難しい司法書士の試験を目指してますからやる気がないわけがありませんだからもちろん、えー、7月が目標でも勉強できると思いますでもその辺の中学生見てください勉強のやる気なんてないですよねあんた勉強したのかい いいじゃんまあ今のでやる気なくなったとか言いますよでそういう人はどうやって勉強するかというと明日中間テストだってなるはするんですねだから学校の先生がやらせようと思ったらじゃあ明日漢字テストしますとかこまめにテストやるんですよそれと一緒でそれはやる気がある方もやっぱり有効ですやっぱり 半年後に試験があるよというよりは、1週間後に試験があった方が集中できますから、じゃあ1週間後に親族相続があるから、じゃあ今日は親族相続やろうかなってなります。で、テストでいい点取りたいから覚えようかなってなる。思い出せるようにしようかなってなります。だからそうやってペースメーカーに使っていくといいし、でそれでテストで実際いい成績取れば復習も少なくて済むわけですよ。特にこの年内の登練は本当に過去問のレベルに合致した問題が出ますから、 そういうふういふなこととで使用勝手がすすごくいいと思い思ます復習型でこれはもう勉強がもう例えばもう十分上乗せでもいってるよと言った形でどうして不合格だったかわからないともう過去問も答え覚えちゃってるんだよねっていう方は復習型でそうするともう予習すればできるに決まっているような方はいきなりテストを受けると面食らいますよね。 そその時にそこでででで思い出すす練習ができるわけですで間違ったところは復習するという形でもう勉強し尽くしてもうやることがないような方はこれをいきなり受ける突然受けることによってこれはですねどんな問題が出ても突然思い出せるようにもう体が動けるようになるってメリットもありますからそういうのも一部あります。ただめいまいにそれはかなりの上級な使い方ですから基本的には予習型でいいかと思います。 では次カッ6番既実問題解けるようにするためにということで記述問題ができませんっていう相談多いんですが本当に記述問題が苦手なのかってことを考えていく必要がある卓越で時間を押しちって記述が解けないってケースも多いですからそのあたりの分配をきちんと考えていく必要があるわけです対策とすれば記述、まあ、が苦手だっていうことが分かれば いいですかあの卓一で時間取り過ぎている方はたまたま最後に期日が点数伸びないだけで卓一で時間を押しちゃっている方を対策しなければいけないですね。で本当に期日が苦手な方は苦手なことをしっかり埋めてください。まずは基礎知識がなければ基礎知識を埋めていくしひな型が書けないならばひな型を埋めていく書けるようにしていかなければいけないのでちゃんとひな型集をやっていかなければいけないしでそれから解放ができていないという方は解放なんかをしっかりやっていく必要があります。では まあこれが、まあ、これからですね、えー、インプットを年内にやってそれから1月から当連をやっていこうという形で、まあ、これからのお合格戦略、まあ、中上級者の方の、まあ、有効な合格戦略ということでお話をしました。で今回のタイトルが V マジックをメインとしたって書いてありますからこのような勉強をこの V マジックのテキストあるいは そのテキストを使った講座を使ってどのように実現することができるのか今私は別に自分の講座の宣伝というよりは中上級者の方がどのように勉強すればいいかをお話をしたわけですでそれは今からのお話はこの講座を使ってもできるよこのテキストを使うといいよってお話をちょっとしていきますでは6ページの方を見ていただきますがこの V マジック攻略講座に関しては過去1講座の趣旨として丁寧なインプット この V マジックのテキストは知識が書いてあるだけではなくその知識の理由付けも書いてあります。しかももう体系的に書いてあります。で本当にこれ書くときに一番苦労したのはどの順番で書くのかどの理由を書くのかっていうところがまず一つそれからその理由もできれば正確なものでなければいけませんからもういろいろ調べました。 でそういうことで、えー、きちんと丁寧なインプットができるようになってます。単に丸暗記するわけではなく、理由があることによって理由とともに思い出せる当日使える知識が身につきます。丸二番、幅広い資材に対応。もうよく出る分野をまとめてあるだけではなく、ここは5年出てないね、10年出てないねでもやっといてねってところもちゃんと書いてありますから、もうどんな問題が出ても対応できるように。皆さんがやらなければいけないのは今年。 自分の知ってる問題だけが出ますようにっていうふうに運に頼った勉強ではなくもうどの分野から出ても大丈夫だよっていうふうにしていかなきゃいけないもう絶対受からなければいけないんだったら確実に合格できるように初めからしていかないといけないそうするとこのテキストを使えばそれが実現できるということになりますレジュメの9ページ以降に V マジックのテキストで 本試験でどの問題が載っていたかというものが書いてありますが、午前午後とも確実に合格できる点数が取れます。で、皆さんは、いや35問全部取れないのかよというふうに思いますが、それは無謀です。35問全部取れようと思ったら、限定承認の条文をペタペタ貼ればいいわけですよ。で、民法の条文とりあえず貼っときゃいいわけです。 で出るか出ないかわからないような判例も入れとけばいいわけですじゃあそれでテキストが倍の厚さになりましたこれであと2点取れるようになりましたあと2問取れるようになりましたこれ誰が幸せになるんですかいや網羅率がいいですそれは宣伝効果いいかもしれませんよでもそれできますかって問題合格点が取れることとこの1年で皆さんがそれを頭に入れることができるってことの必要十分条件を満たさなければいけないわけですだからもっと取れるっていう風に まあ私も言いたいいところでではははあるるしこれ三角っていうのは本当は載っててうの本当載んですよただ形を変えて載っていたり私が主観的に載ってるよねって思うだけですから罰扱いしましただから本当はもう少し取れるとは思うんですけれども、まあ、そういうことは一応罰扱いにしているので、えー、と32問とか33問とかそのあたりだと思いますが、まあ、あそれを目指して勉強できるテキストだということになるわけです。必要十分条件で,すよ、ね、で6ページの方に戻ってください。 読学力の養成と書いてありますでこれは、えー、このですね講座の趣旨の一つが「独学力の要請」です。でこれ何かっていうと勉強って自分でやらなきゃいけないんです。講座を聞いていて受かるわけじゃないですよ。まあ、ちょっとお説教みたいになっちゃいますが講座を聞いていましたああなるほどね。で,でまた忙しいから翌日も講座ですまた講座ですもう大きな講座を取ってしまって講座に追われてしまった。 すみません。自分でなかなか勉強する時間なくて、講座に追われてしまってみたいな相談、本当に多いです。だから、この V マジックの講座では、まず全部講座でやろうっていう考え方を捨てました。で、そうすると、講座では難しいところをやる。皆さんが聞きたいところをやるということになります。だって皆さん考えてください。忙しいですよね。で、自分でやっぱり暗記の時間とか、演習の時間とか取らなければいけないですよね。やっぱり 暗記しようと思ったら自分で暗記の時間取らなければいけないし過去問やろうと思ったら自分で解かなければいけないんですよそんなのは自分でやらなければいけないし独学じゃなくちゃできませんだからその時間を作らなければいけないわけです講座を聞いていたらその時間なくなりましたじゃ困るのでなるべく講座はそういう無駄な部分省いて本当に必要なところだけお話をしますだって皆さん知ってる情報を講座で権利能力というのはこういう能力です で権利能力があるのは自然人と法人です自然人っていうのはチンパンジーではありませんよみたいな話を中上級講座で初めから聞こうと思いますかとそれは時間の無駄ですよねだから知ってるところについて話す必要ないわけですだからこの講座ではとにかく、えー、その時間の無駄遣いしないように講座はどの方が聞いても有用な情報をお伝えするでも先生自分ってもうちょっと点数低いのでもっとこう知りたいんですよねでそれはテキストに載ってます だから読めば分かるように、まずこのテキスト書いてあるので、講座で触れてない部分については読む。で、それが不,不親切なようですが、一番いいんですよ。だって、どのレベルの方でも対応できるようにするためにはそうするしかないし、で、それから読むときに、あ、これはあ知ってるところだから読み流そう。確認程度でいいや。私はここ苦手だからしっかり読もうって自分でできますよね。これが独学力です。だからそれを要請するためには、 講座の方で本当にこう時間の無駄遣いをしないで皆さんのその勉強時間をしっかり作っていくというために講座では本当に重要なところをお話をしていくまあある程度コンパクトな講座にしているだから回数もこれぐらいがいいだろうってことで調整しておりますあまり講座で皆さんをせ、えー、こう拘束したくないというところはありますであとは えその講座を使ってペースメーカーになります独学は自分で本読めばいいですよでもそうするとどうしてもどんどん遅れていきますだからこの年内の1月ぐらいまでにインプットがあるこの講座を受けてあ今民法やるから民法やろうと講座についてくることで自分の暗記や演習が進められるというメリットがありますよねペースメーカーになるペースメーカーになる で特にこの V マジックの講座は範囲が全部決まってます。1回目はここやる2回目はここやるだからじゃあ進んだところまでやりましょうとか言ってなんか最後の1回であとは読んどいてくださいみたいなことには絶対なりませんですからあのきちんとですねあのなんか最終回だけテキストが半分進んだんですけどってことはありませんのでもうどの時間に何をやるか全部決まっておりますからあ今日これ聞こうかなとうう自分でセレクトすることもできるしあとはちゃんとそれで講座あテキストの方がですね きちんと均等に進んでいけることができます。で、あとはその独学力ってことになると、じゃあ講座を聞いた後に、じゃあ自分で勉強する時間が大事だよ。ってことが分かりましたが、そこで何をすればいいか分かりません。って言うとやっぱり勉強できないですよね。だから、この講座では範囲を決めてるっていうこともあるし。まあテキストが読みやすい。自分で読めばわかるように講義調で書いてある。だからそこをもう自分の。 長く読むか短く読むか自分で決めることができるってことで分かりやすく復習することができるしあとは復習問題集これもそういうのを作っておりますので,でこれでこれをやればいいんだな今日の範囲の過去問はこれだで不必要な過去問は除いてるし必要な過去問は入れてるし必要十分な量にしてありますということでこれをやればいいんだよということは明確になります明確であればやる気が起こりますよね あこれやれややばいいんだじゃあやろうってなります何をすればいいのかな、まあ、今日はいいかってなっちゃいますからやることが明確であれば自分の勉強をやる気になるんだというのは一つあるんだでも問題解この過去問はさっき言ったように自分で解かなければいけないですがやっぱり解いた時に突っかかっちゃう時もあるだからその過去問も一緒に二人三脚で勉強できるようにフォローがついてる。 だからあまあ予備校の講座を聞いていればいいわけではなく予備校が一緒に走ってくれるようなこんなイメージで講座の方を展開していこうというふうに思います。であとは、えー「マリオン番」「記述式問題の総合対策」と書いてありますから記述もこの V マジックの講座では力入れております。解解といいいううのをもうあのをを問90分かかけてお話すするっていう期日式の放講義がありますからこれでいろんな ジャンルのいろんな形式の問題を。開放で身につけられるようにしていきます。特に最近は時間がない。えー、午後のもの時間がないというのが本当に。いいのかどうか。よくないと思います。あのただ文句言ってもしょうがないので解けるようにしておかなければいけません。だって全ての選択肢を読めない試験なんてありますかと。いうことで、まあ。問題があんまり、そういう作りなのは私は、ちょっとよくないと思いますが。 私が受験生のの頃はもう全全部部解けましたからね全部の選択肢見てだからそういうんでいいんじゃないかなというふうには思いますけれどもただやっぱりそういう試験である以上そちらに立ち向かっていかなければいけない。 でこちらも別に批判家になるわけじゃないですからねえ。皆さんを合格させなければいけない立場にあるわけですから、法務省に文句言ってもしょうがないわけです。そういう問題が出る以上、それに立ち向かえるような力をつけていかなければいけない。そうすると、規律問題でちゃんと時間のない中で問題を解けるようにするためには、何を見たら何をチェックするのか、何をチェックしたらどこにメモするかってことを機械的にできるようにしていくことがやっぱり要求されますので、問題を解いて、それをどういうふうに処理するのかっていう、 講座。これが既立式のところでお話をしていきますので、そういうのもちゃんとついているので、安心をしていただければというふうに思います。であとは、6ページの下の方は、講座の利用法と書いてありますので、この講座は、もういろんな使い方ができます。ちょっと、えー、まだですね、基礎知識が身についていないという方は、ちゃんと V マジックを読んだ上で講座で身につける。であるいは、もう大丈夫だよという方は、講座を受けてから読むといったような予習型、復習型のことも書いてありますから、そこも参考にしてください。 で7ページ以降はこの講座を使った時の具体的なスケジュール先ほどからお話しした通り独学力の要請というのもメインテーマですからそうすると自分でいかに勉強できるのかどういうふうにこちらがやったら皆さんが勉強する気になって勉強できるのかってことを考えていったわけですね。でそうすると、まあ、通学生の方であれば火曜と金曜にこの渋谷の方で講義がありますから、まあ、こういうふうに講義を聞いて復習するとか予習するとかやって頂ければいいんですが8ページを見てください。 アクロバティックな使い方として8ページの下の通信性の2この講座は火曜日と金曜日に渋谷の駅前本校で夜に3時間やりますが3時間の講義が連続してるわけではなく1時間1時間1時間のユニット制になっています。ユユニニッットト1でではは代理をやをやりりまますすととか2時効いう,ふうに やることが明確に分かれているのでユニットごとに勉強でできるんですそうすると通信制の方であれば8ページの下の図のように「じゃあ月曜の朝はユニット1を聞こう」これは例えば講義 A って書いてあるのが例えば火曜日金曜日の分 B が火曜日の分だとすれば1週間で6ユニットありますからそれを月からどうまで朝1時間ずつ聞けるんですよ。朝1時間聞くってよくないですかあの。 そういういことですよで。私も中学生の時に、まあ、NHK の基礎英語と続基礎英語っていうのを朝6時から聞いてて、まあ、それでまあちょっとですね勉強ができるようになったなってなりますから朝聞いてそれを1日かけて勉強するってすごくいいと思うんですね。ですからあくまでも一つの予定で自分なりのカリキュラムを作っていただければいいんですが例えば月 曜日に1コマユニット1を聞いてでその日の午前中に復習をするで午後、えー、復習問題集をするで読み込むで最後、まあ、携帯使用書士で詰め込むみたいな感じを6日間できるんですよでそうすると1日やることも明確ですよねでこれがやっぱり勉強がはかどる独学力が進むちゃんと並走してくれるんです完全な独学があればペースもつかめないし何をやっていいか分かりませんが今日これやりましょうみたいな感じでユニット制になっておりますからあ 今日はこの1時間の講義でやった範囲をしっかりやろうって目標が立ってやっぱりこれは勉強がはかどるかなというふうに思います。でこのようなユニット性ができるようにつまり通学生の方が勉強しやすいのは当たり前ですがどうやったら通信生の方がその通信のメリットを生かせるのかって考えたときにできたのがこのユニット性ということになります。3時間のの講義をままととめてて復習すするっいいいいうのもこれはいいと思いますただ 1>, 1時間やって細切れにこう復習したいんだよねその方が自分に合ってますって方はこういうふうに使えるわけですよぜひこれも活用していただければというふうに思いますでそれからですねえっ、ー、と休憩時刻は先ほどお話をしましたから、まあ、全体のお話としては以上になりますで今回この V マジックの講座で皆さんにですね必ず受かってほしいということでもういろんなこういう工夫をしておりますで今回はちょっとですね講座の説明というよりはどうやって えー、合格戦略を取っていくのかという話が中心ではありましたけれども、まあ、ぜひですね、この講座を活用して合格をしたいよという方は、ぜひ、えーまあ、講座を使っていただいて、一緒に頑張っていければというふうに思います。では、今回のお話は以上です。渋谷駅前港にお越しの方も、YouTube なんかでご覧の方も、全国のレック加工校でご受講されている方も、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ぜひ皆さんの合格に、今回のです、ね、戦略、生かしていただければと思います。お疲れ様でした